動物の森78日目でございます。今日ですね、日曜日なんですが、花火大会ですね。なんか静江さん曰く今月最後の花火大会って言ってたんですが、あんまり興味ないんで普通にやっていきたいと思います。まずは手紙ですね。プレゼント付き。メーブルちゃん、先日はお忙しいところお邪魔しました。そう、撮影外でね、遊びに来たんですよ。そのお礼が来たっていうことですね。いつもいつもありがとうございます。ではメープルちゃんからのプレゼント、オープン。家具、仕掛け絵本。私は幼稚園児か。で、前回ですね、建てました花のアーチですね。こちらがもうこれ綺麗、もうこれ1個あるだけで全然違うわ。もう素晴らしいね、これいいものを建てました。で、ここに貼れるかどうかですよ。多分大丈夫だと思うんですが、オッケー、いいね、完璧。これはもう式典やるしかないね。静江さん、あ、ダメだ、静江さんもう仕事やる気ねえんだ今日、花火大会だから。くっそ、日曜日にしなきゃよかった。ちょっと日曜日じゃ何もできないな。公共事業をちょっとやりたくて、すごいものを手に入れたんですよ。ようやくって感じのものを手に入れたんで、いくつかそれを見たいんですが、花火大会だからダメだな。遡るか、ちょっと一回遡ります。遡る前にまずはそのお店に行きたいと思います。デパート、コンツーブー、エスイードの、さあさあさあ、レイジ君、そろそろ銀のジョウロをいただきたいと思いますよ。これで50個目じゃない、今のが49個目ですね。じゃあこれが50個目ってことで、銀のジョウロありがとうござ、楽器楽器、こまめー、エンゼリズリムです。本当に近未来関係のもの多いね。好きかよ近未来で。違うな、電光掲示板じゃなくてタンスでもなくて、ないないが、このソファーいい。僕のうち最近ね、劇的ビフォーアフターをしていまして、ちょうどソファーがなかったんで、とりあえずこれを買っておきたいと思います。お面と、あー、いっか、帰りましょう。まあせっかくの花火大会で申し訳ないんですがね、何日だ今日、8月の27日ですね。終わりたいと思います。いやー、最近時系列の移動が多くて申し訳ございません。雨じゃないですか、しかもヒュージ君、雨なかなか止まないね。晴れた星の村で思いっきり遊びたいな。いやー、ところで僕にご用なの、世間話でもしましょう。ローランさんにはもう会ったってことは来てるのか。そっか、前もローラン会ったけど、あれも金曜日だったってことか。いやー、今日はいいな今日はいいんだよ。さあ静江さん、今日は普通に役場にいると思うんでね、わざわざ時間をずらしてまでね、あんたの都合に合わせてきたんだから、仕事するよ仕事。おめでとう静江さん、今日も笑顔バスってあげますね。せっかくの花火大会だったんですかね。村長、今日は村長にお仕事の願いがあります。公共事業で進めていたフラワーアーチの完成を記念して、そう、これも出るよ、せっかくだから出ようね。多分雨の中だけれども、みんなびちょびちょで参加したいと思います。傘がさせない式典なんて最悪すぎんだろう。せめてカッパくらい渡してやれよ。すごい、なんか周りがベンチやらグローブジャングルやら街灯やらで施設だらけだね。じゃあめでたい。いやいや、すいませんね、雨の中。もうトロワさんに関してはびっちょびちょだよ、もう濡れてびっちょびちょだよ、ストレートになっちゃうよ毛が。はい、パーンとね、クラッカーは人に向けてはいけませんよ。ではこれにてフラワーアーチの完成記念式典を終わらせていただきます。お忙しい中っていうか雨の中ありがとうね。ということで静江さん、お仕事しますよ。さっきは孔子くんで噛んだからもうやんないよ。今日はね、どうしても皆さんに見せたいものがあるんですよ。いや、見せたいものってそんな大層なものではないんだけれどもね、ようやくかって感じのものが、さっきも言いましたけれども、候補に入りました。こちらですね、交番、ようやく入りました、交番がね。実はこれ、下焼くんがお願いしてくれたんですよ。やっぱり持つべきものは古き良き友達ですよ。ね。モダンな交番とクラシックな交番。まあ、こっちだね。僕の村はこっちだと思います。で、問題はこれ、どこに建てるかなんですよね。そこを決めていかないといけないんで、多分今日中には建てることはできないと思います。おいおいやっていきたいと思いますね。で、あとこちら。ドカン。公園にいいと思うんだけど、これを建てると、
絶対欲しいって思ってるのが、あとは水飲み、プシューって出るやつね、よく公園にある水と、あとなんだっけな、何欲しかったんだっけ、タイヤだ、タイヤが欲しかったんで、これを設置すると置けなくなっちゃうんですよね、どれか。だからこれは別のところに設置したいと思います、せっかくなんでね。でこれ建てるのはいいんだけど、とりあえずどこに建てるかを見ていきたいと思います先に。それでね、ちゃんと場所を決めてからやっていきたいと思います。また来るよ静江さん。さあ場所をどうするかね、せっかく雨だし、なんか傘でも差す、でも傘持ってないですよね、なんかデザインで、これにするか、傘、うん、やかましいなこの傘。どこに立てるかな、土管、うーん、あってもなくてもどっちでもいいって感じ。こういうところ、こういうちっちゃなスペースにあるのがいいかなとは思うんですよね。あとはここら辺とか、ここにあっても、ここに一個建てた方が、まあ誰かね引っ越して新しく来るってなった時に家が建たないと思うんですよね。あ、ちょっと待って、スズランじゃね、え、待って、これ咲いてるってことは村の状態が最高ってことだよね。え、マジで言ってる、これいつから咲いてんだろう。え、いや、こんなとこに咲いてたら気づかねえって。え、ちょっと、え、あ、う、ちょっと待ってよ、動揺してる、どうしようどうしよう、どうしようどうしよう、どうしようかな。とりあえず静江さんのとこに行って村が今どういう状態なのかを聞きに行こう。あー、びっくりした、スズラン咲いてた。これが何日か咲いてると金のジョウロだっけ、なんだっけ、金のなんかをもらえるんだよね。うわー、びっくりした、よく会うね静江さん、今日はごめんね、ちょっと聞きたいことがあるんだよ、環境のこと、星の村の環境に関する相談ですね。では星の村衛生委員会による最新の村の評価をご紹介してください。いやはや学術的観点から見ましてもこの村最高です、最高、まさにパラダイス、やったよ静江さん。委員会からはこの功績を記念して特別な公共事業を進めて、え、あ、おお、すごい、花時計の設置と役場の改築、マジやば、候補半端ねえ、ちょっとテンション上がってきたぞこれ、動物の森やる気がどんどん出てきた。花時計も建てたいなと思ってたんですよね。うわー、建てるものがいっぱいだよ、村長忙しいよこれ、盛りだくさんだよ今日は。あ、ローランだ、まあ今日はいいやローランそれどころじゃないんだ今日は、ごめんな。で、どこに建てるかね、土管とか花時計はこういうスペース、さっきも言いましたけれども、こういうところに建てたいなとは思っています。あとね、もう一箇所いい場所がありまして、はい、ここですね、アイリスの家の後ろ、前にもチロッと言ったんだけど、ここになんか建てたいなとは思っていたんですよ。でも花時計ここじゃ寂しいかなと思って、だけどここに交番っつったらさ、アイリスプレッシャー半端ねえと思うんだよね、何もできねえと思うよそれこそもう家に出られないと思うんだよ。だからあそこに交番はないとして、花時計もいいかなとは思ったんだけど違うかな。そしたらこういうとこに、なんか人が来た時に一目でパッと見れるような場所の方がいいかなと思って、それこそこういうところとかね、池が近いから邪魔になるかもしれんけど、こういう隙間隙間に設置していくのもいいかなと思うんですよね。うん、こっち側がスペース広いな、やっぱりこっち側に公園がある分ここがなんか寂しい感じするんだよね、木が生い茂ってるし、ここら辺に花時計かな、うん、それを検討しましょう。まあ交番でもいいしね、ここに、あとはここら辺かな、まあ竹を使って何かを作りたいとは言っていたけれどもね、ここしかないんだよもうこっちの方は。でこのベンチをメルヘンなベンチとか別のベンチにしたいんだけど、今スズラン咲いてるからなんかあんまり動かしちゃいけないような気がして、撤去とか設置とかはあんまり控えた方がいいのかなと思って、多分設置に関しては問題ないと思うんだけど、撤去はあんまりしない方がいいかなって思ってるんで、とりあえず何日間かこの環境が最高の状態を保ち続けるためにはとりあえずは置いておきたいと思います。でも建てる前にここだな、俺ずっと気になってたんですよ、ここ止まってるんですよね、カフェのところで、ここ斜めにビーッつってこの道につなげたいなと思って、斜めの道だったら大丈夫なのかなと思ったんですよね。
となるとこれが邪魔になってくるんだよ。やっぱりひとまず何を建てる云々は置いといて、先にここをやりたいと思います。最近その針作業っていうのをやっていないんで、今からやっていきたいと思います。なんか変なの出てきたし、もうなんだよ、 Windows 機能更新プログラムも再通知再通知、ごめんなさいね。よし、できましたね。まずここが、まあ、行き止まりになってたのをカックカックッと斜めにしまして、こういう風につながる道を作りましたと。ここはまあさっき行き来していた役場だとか、あとはこっちの道ですね、レンガの端につながる道、まあ下からでも左からでも行けますよという風にしました。でここですね、ベンチを撤去しないことにはここが作れないんで、ここはまた後日やっていきたいと思います。ここにまあまたね、さっきも言いましたけれども違うベンチを立てて、あとは木なんかも植えてね、なんか雰囲気よく作りたいなと思っております。ここ変かな？いやでも、行き止まりだったらなんか変な感じしてたんですよね、ずっと。そしたらもうベンチをもうちょっと後ろとかこっちの方にして、まあ座ってコーヒー飲むよみたいな感じにしたいと思いますね。で、しばらくちょっとね、カットは入れたんですけれども、いろいろね、どこに建てよう、何を建てようって考えてたんですけど、ちょっと難しいですね、今の感じだと。少し、その、今貼ってあるマイデザイン、レンガとか芝生を、ちょっと、変えないと難しいなって思ってきたんですよね。だから、この交番に関してはしばらくっていうかちょっとだけだと思うんですけれども、ちょっと置いておきますね、建てるの。で、先に役場の改築の方を進めていこうかなと思いますね。まあ、土管も別にいい場所はあったんですけど、土管ってなんか下がった気がするんですよね。それが怖いんで、まず安定のこの役場の改築の方を進めようかなと思いますね。いや、やりたいことはあるんだけど、うまいこと進められないのがこれ、辛いですね。どれがいいかな？まずこれはないな。これはないな。昔っぽいしな。こっちかこっちだよね。俺的に、こっちは可愛くていいなと思ったんだけど、これすごいかっこいいなって思ってて、これにしよっかな。自分の村にどっちが合うかだよね、結局は。メルヘンなのか、マチチックなのか。前のさ、トレモロ村みたいなんだったら、こういうのが絶対いいと思うんだけど、俺の村ってそんな、なんていうか、街っぽくないからな。こっちの方がいいのかな。でもこっちもなんか浮いてる気がすんだよな。そしたらこれの方がいいかなと思って。いや、いっそのこと、今のままの方がいいとも思ったんだけどさ、ちょっとかっこいいんで、これにしたいと思います。役場の改築は完成後は撤去できない。なるほど。一回建てると他のものにはできないんだ。そうなんだ。いや、これにしよう。うん。あ、そっか。もう他に改築はできないんだ。いやー、そうしたら悩むな。今のままの方がちょうどいい気もするんだよな。いや、せっかくできるって言うんだしね。これにしよう。かしこまりました。では今回はこの役場の改築ですので、ここで募金をするように。なるほどね。いやー、静江さんは嬉しいだろうね。役場が新しくなるんだもん。それは静江さんにとって嬉しいよね。もう、あんたが金出せよってか。なんで私が何から何までお金を出さないといけないんだよ。まったくもう。二度目のコンツーブー !FZ の。さあ、レイジ君。そろそろ上路くれてもいいんじゃないかい。黄色いバラ、買っちゃいます。もう何でもいいから買っちゃいます。で、これは白いユリ、買っちゃいます。これで50個と。ありがとう、レイジ君。はっはっは、まだか。こまめエセユルブブブー。あ、これアミューズメントブースにあっていいんじゃない？ミニサーキット。これ買っておくか、一応。やったー。やったーなのかどうかわからんけどね。で、だるまちゃんに花の椅子。今日も楽器はないかな？あ、待って、ある。アコギ？あ、待って、アコギって俺持ってたよな。AS1。あ、持ってたと思う、これ。アコギは持ってるんだよ。これ、下焼けからもらったやつだと思う。
そっか、残念。でも最近楽器の率が高くなってきたからいいことではありますね。はい、ということで本日はですね、村づくりっていうよりかはもう公共事業の候補がめちゃくちゃ多くなったっていうことで、交番、あとは土管、そして花時計などなど、まあ今回はね、役場の改築の方を進めてまいりましたが、まあいずれ交番の場所とか花時計の場所とかしっかり決めてね、建てていきたいと思います。次回やるときにはそうですね、改築が終わってるようにお金もしっかり払い終わっておきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。では本日もご視聴ありがとうございました。